構そうですね、もうひたすらやってきて、まあ、関大が相手だろうが立命が相手だろうが関学大だろうが、まあ、初戦の京大の時もそうだったんですけど、もう誰が相手でもやることを変えず目の前の1プレーに集中してそれこだわり続けようっていう話をしてたんで、それが初めてこう結果に結びついて、もう本当に嬉しく思ってます。大学の先輩方やったりいろんな方から話を受けて、まあ、その人たちが勝てなかった、まあ、悔しさやったり無念やったり、どれだけやってきてもやっぱり僕らは4位以下なのかなっていうものがずっと根付いてたと思うんですけど、もうその人たちの思いを背負って、応援してくれてる方たちの思いを背負って、目の前の1プレーに集中しようっていうことができて、まあ、さっきも言ったんですけど、それが初めて結果に結びついたんで、まあ、それは本当に良かったと思ってます。試合終了の瞬間いかがですか、そのキャプテンの気持ちとしては。そうですね、もう最後の最後までもう1分1秒気を抜く瞬間がなかったんで、もう本当にただもう不安はなく、まあ、やってくれると、後輩たち同期はもちろんスタッフもコーチの方々もやってくれると信じてたんで、そこはもう焦りはなく、ひたすらもう自分の与えられた役割を全員に徹底しようということを伝えました。今年のチームキャプテンが見てどんなチームですか。そうですね、もうフットボールにかける思いがもう本当に強くて、まあ、投手やったりそれをフットボールに変換できて、まあ対戦校にぶつけれてるから、それはすごいいいことなんだなというふうに思ってます。今年のチームのテーマとかあれば教えてください。今年のチームのテーマは執念、ひたすら自分の持ってる闘志やったり先輩たちが負けてしまった悔しさ無念を背負って、どれだけ執念深く相手にぶつかっていけるかというところをもうひたすら今年言い続けてるので、まあ、そこは今日体現できたので良かったと思ってます。じゃあ日頃キャプテンからチームに対して何か伝えている言葉とかあれば教えてください。そうですね、まあ、自分個人のためにプレーするなっていうことはひたすら言ってて、自分のためにチームがいるんじゃなくてチームのために自分がいるんだってことをずっと話してて、自分のミスでキャリアが大怪我したりタックルミスして立ち上がれたり、もうフットボールでいうもう敗北に直接つながるんで、そこをどれだけ自分のためじゃなくてチームのために体張って戦えるかっていうのは常に言い続けてます。今シーズンの目標は、まあ、関西大学さんに勝って終わりじゃなくて、立命館大学も関西学院大学も絶対勝ってもう1位でトーナメント通過して甲子園ボールに出場して日本一取るってことがチームの目標なんで、もうそこまで全速力で突っ走っていきたいと思ってます。次節ももう厳しい戦い続くと思います。次節に、関して意気込みとか何か。そうですね、まあ、今日とやることは特に変えず、もう目の前の一部にひたすら集中してチームのメンバーを信じて応援してくれている方たちの思いを背負って目の前のワンプレーに戦っていけたらなと思ってます